ただいまより準優勝戦2つ目第10レースを行います。対戦メンバーは1号艇静岡の笠原亮、2号艇愛知の川村亮、3号艇山口の長谷川巌、4号艇長崎の川上翔平、5号艇埼玉の中村博信、6号艇広島の奥田誠です。枠なりに作戦行動、6号艇奥田誠は大きく待機旋回です。この10レース人気を集めたのが1号艇の笠原亮です。昨日の予選ラストカードは6コースからのまっくり差しで1着、これでこの準優1枠を勝ち取りました。3年ぶりの若松ながら久しぶりの水面でもどのコースでもターンのうまさが光る1号艇笠原、信頼の票が集まります。2コースに2号艇の川村亮です。当地若松では準優勝戦3着が続いています。今度こそ優出を2コース戦。3コースに3号艇長谷川巌です。ベテランのさばきと調整力を見せています。3号艇長谷川3コース、4コース角の位置には4号艇の川上翔平が陣取ります。5コースには5号艇の中村博信、52号モーターの底力信じて5コースから、そして大里6コース6号艇の奥田誠、当地2回前は優勝しています。3対3で1番2番3番4番5番6番スタートしました。1号艇笠原がトップタイミングとなっています。そのまま出ていく1号艇笠原、センターからは3番4番も出ていって1枠、逃げる1号艇笠原、刺す2号艇の川村、外から3号艇の長谷川、先頭は1号艇の笠原亮。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇笠原、2番手は接戦、2号艇川村対3号艇の長谷川です。これから2マークの旋回、トップで回ってくるのは1号艇の笠原です。そして2番手争い、2号艇3号艇競り合って内を取って6号艇奥田、ここで振り切ったのは2号艇の川村亮です。3番手に3号艇の長谷川巌、上位3艇1番2番3番でレースは2周目に入っています。先頭は大人気でした1号艇の笠原亮、2周の1マークトップで回り、2番手2号艇の川村、握って続く3号艇長谷川3番手、上位3艇は1番、2番、3番でバック側です。その後ろ4番手から4号艇川上、5号艇中村、6号艇奥田と続いています。これから2周2枠の旋回、先頭で回るのは1号艇の笠原、2番手2号艇川村、3号艇の長谷川3番手、上位の3人変わりなく1番、2番、3番でレースはこれより最終周回に入ります。先頭を走っているのは1号艇の笠原亮です。3周1マークトップで折り返す1号艇の笠原、2番手2号艇川村、その後ろ4番5番が攻め込んできますが、握ってかわした3号艇の長谷川巌、上位の3人変わりません。1番2番3番で最後のバックストレッチ、1二3の組み合わせ、3連単の図 6.2 倍となっています。ラストターンマーク先頭で回ります1号艇の笠原亮、続いて2号艇の川村亮、3号艇の長谷川巌が3番手、1番、2番、3番の順にまもなくゴールです。1番五輪、2番五輪、3番五輪、5番五輪、4番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。第10レース